おはようございます。皆さんこんにちは、ゆなです。今日は私が LA でやり残したことを全部終わらせるっていう感じの回です。ごめん、あのさ、やり残したこと全部終わらせるって言ってもまずそんなにまだすぐ日本に行くわけじゃないし、やり残したことっつってもね、また出てくるかもしれないから、またやるかもしれないし、なんかこんな一本の動画でね、そんないろんなことできない。まあやるんだけど、いろんなことやるんだけど、全部はできないじゃん。全部はできないから、全部ってのはちょっと嘘ついちゃったんですけど、まあでもそういう感じな回にしようと思ってます。という感じで、本日もね、開いてくれたそこの君、よかったら最後までお付き合いいただけると嬉しいです。今日はタトゥーを新しく増やそうと思います。イエーイ。 LA に住んでる方でお会いしてみたかった方がいて、一回会ったことあるんですけど、ご飯とかあのプライベートで食べに行ったことがないから、ちょっとプライベートでご飯食べに行きましょうっていう感じになって、ご飯行くっていう感じの一日になっております。そう、タトゥーも私今まで結構こっち側にたくさん入れてきて、全部こっち側になっちゃってるから、なんかバランス悪いなって思って、こっちに入れたくて、こっちのちょっと内側に入れたいなっていう風に思ってんだよね。タトゥーをさ、入ってる人はさ、デザイン重視で入れるとか、じゃあファッション感覚で入れるとか、じゃあ意味があって入れるとか、まあ、いろんな人分かれてると思うし、マジでどっちでもいいと思うんだけど、私は結構ね、意味から入れちゃいたいタイプ。カッコつけたいじゃん、私ってさ。分かるし、私ちょっとね、カッコいいなって思われたいタイプなのね。だから意味を込めて入れたいんだけど、なんか気づいたら私こっち側に入れたタトゥーって、あの意味も、あ、公開してるっけ、じゃあタトゥー入れますみたいな感じの動画で意味の話とかもしてると思うんだけど、こっち側はじゃあその進化とか、じゃあちょっと自由とか、ハワイを出る時になんか決意を込めて入れたりとか、結構なんかこう仕事とか、もうこれからもゴーゴーやっていくぞみたいな感じで、あの入れたタトゥーがすごく多くって、で去年の年末年始からいろいろあったじゃないですか。今やっとね、状況的にはすごく落ち着いてて、本当は2023年終わる時の目標の一つとして言ってたのが、プライベートを充実させようとか、もっと自分の内面にも気遣ってあげようみたいな1年に私はしたかったんですね。あ、ちなみにアイシャドウは今まではなんか違う番号のやつ使ってたんだけど、今ね、オータムブリーズ10番のやつ使ってますね。ラメ感が可愛い。なんか今までは外に目を向けてた、そこが男性脳の方が勝っちゃったっていうかさ、なんか何かで見たの、石原さとみさんが言ってたんだけどさ、なんか海を見るときに女性は近くの貝殻が綺麗だねってなるけど、男の人は近くの貝殻が綺麗だねって言ってきた女の人に、あ、そうなんだって適当に返して海の方を見てる、外を見ちゃうみたいな。私はもうまんまそれだったので、もうずっと外を見てて、内面のここ、石原さとみさんが言ってたのが、女の人はもっと賢く、近くのことだけじゃなくてもっと遠いところも見れるように、で男性はもっと近くの大事なものに気づけるようにみたいな風に、あの言ってたんですね。なんて素敵なインタビューなんだろうって思ったんだけど、多分私がこのケース当てはまるとしたら、多分私は遠くを結構見ちゃうタイプなので、内面のなんか自分の思ってることとか、もっと耳を傾けるみたいな1年にしようっていう感じなのね。だからそういう意味を込めて、こっちはまだちょっと決めてないんだけど、何入れるかは、そういう意味があるタトゥーを入れれたらすごい素敵だなって思って、入れに行こうかなっていうか、メイクをとりあえず終わらせてから回します。はい、メイクとヘアセットが終わりました。今から私はとりあえずデザインを決めなきゃいけないの。あのさ、オーソドックスにさ、例えばさ、じゃあ心みたいな感じの意味って言ってるから、ハートみたいな思うやん。でもハートのデザイン入れたら絶対に30年後後悔すると思うんだよね。ちょっと嫌じゃない？わかんないけどさ、75って30年後じゃねえわ、50年後とか。50年後気にするかな、タトゥーここに入ってるよとか。気にしないか別に。まあ、でもさ、なんかさ、自分が40、50になってる時にさ、ここになんかちょっとハート書いてるのってラブリーすぎないとか思っちゃうのね。だから真剣に選びたいんだけど、なんか大人になってもこれギリオッケーだよねっていうデザインがいい。ラブリーだね。え、めちゃくちゃラブリーだね。可愛いんだけどさ、今つけての可愛いと思うの。ラブリーすぎるな。どうしよっかな。あとタトゥーの予約しなきゃ普通に。ちなみに今入ってるのが、これが1個入ってて、ここに1個入ってて、で足にも1個入ってるっていう感じです。So you could either just like come walk into the shop, or if you want, I can take a $75 deposit, to like book you a spot with her and secure an appointment. So our shop minimum's $150, so it's gonna be at least that much. Okay. And then I can't give you like a for sure price quote over the phone. You'd have to get one from Jenna.Awesome. Thank you. Thank you so much. 高くない？150はちょっと高いぞ。え、私ね、一番安くて60ドルぐらいで入れれたことあるから、150はね、ちょっと高いな。今日のコーデ。あ、ちょっと待って。靴が。あ、履けない。今日はこれはね、ザラで、あの、買った新しいワンピース。さっきずっと着てたやつと、黒ジャケットにブーツです。やっぱね、黄色アクセントにね、なんか欲しいので、ちょっと黄色のバッグにしてみました。
普段ね、もちろんね、家で靴履いてるわけじゃないんですけど、ちょっとね、コーデを見せるために、今、一時的に履いてるっていう感じです。いろんなとこ聞いて回ったんですけど、結局ね、80ドルでできるところを見つけたので、で、空いてるみたいな、5時半前だったらいつでも行けるよって言ったら、今来れるって聞かれたんで、ちょっと今、タトゥーを入れに行ってくれると思います。今日生まれてんなぁ。見て、本当に迷惑なのがさ、ここにさ、See Posted Sign。なんとかっていう風に書いてあるのね。で、じゃあ注射のさ、どういう規則なのかって、だいたいね、ああいう看板に書いてあるんだけど、見えるかな？看板がさ、もうステッカーまみれでルールとか見えないのね。何時まで止めていいのって感じじゃない？ここにステッカー貼るなよ。だいたいなんかなんつうの、消せないよとか、後悔しないとか、出来上がるまで時間かかるよとか、同意書ですね。Half an inch would work, or like a little more. Maybe a little bit more, maybe 1/3. Two things we can do. This looks pretty filled in, so when I'm doing it, I'm gonna do the outline and I'm gonna fill it in. Okay. But it's gonna look thicker. Yeah, I want it a little bit thinner. If it's thinner, it's like it's literally just gonna be line. But I don't want it to be too thick. The image you just showed me, I think, like in my opinion, it's a little bit too thick than what I want. But this is a little too thin, so I don't know, maybe like if we can meet in the middle, then that would be great. Okay. はい、というわけでタトゥー入れてきました。ここにさ、ワンポイントこうやってちっちゃく入れて、まあ、自己満なんだけど、まあ、でタトゥーって自己満じゃんね。自己満なんだけど、と自分が作業してる時ぐらいしか多分見えないと思うんだけど、めっちゃ気に入ってる。わー嬉しい。タトゥー入れてる人はわかると思うんだけど、ちょっとこう節目とかなんかよし気合い入れるぞって時にタトゥーってやっぱ入れたくなるもんなのよ。で正座にしたんですよ。私いて座なんで、その自分の分身じゃないけど自分を知るみたいな意味でとりあえず入れました。はい、正座なんですけど、私が込めた思いはそういう感じで、ちょっとさ、ちょっと真面目な話させてもらってもいい？なんかさ、なんか年末年始さ、すごい今いろいろあったじゃん。バタバタしてて、で、こういうことをします、こういうことをしますって一個一個決断してきて、で、今の今もやってきて、で、やっと状況的には今落ち着いてきたっていう感じなのね。今までのことをすごい振り返って、なんか珍しく立ち止まって考えてみたんだよね。なんか私ってさ、すごい全部急に決めてるようで、急に決めてないんだよね。例えばさ、まあ、日本移住のこともそうなんだけど、日本に移住した方が、じゃあ今後のキャリアとか、作る動画の内容とか全てにおいて、なんかメリットデメリットみたいなのさ、頭の中でバーって並べて、で圧倒的にメリットのが多いから、じゃあ日本に帰ろうみたいなっていう風に決めたんだけど、じゃあイコールさ、自分の気持ちって私全然追いついてなかったのね。なんかそれって私結構恋愛でもそうで、私今まで多分ずっと頭で恋愛してきたんだよね。なんか別にあれで頭で恋愛してるからイコール付き合ってきた人たちのことが好きじゃなかったってわけじゃないんだけど、もちろんそれはそれで好きだったんだけど、一般的に言う恋愛ってさ、この人好きとかめっちゃなんかドキドキワクワクして、恋に落ちて、なんかいろいろやるみたいな感じだと思うんだけど、なんか私の場合、いい感じな人がさ、いたりとかして、ま、大体はさ、やっぱさ、男性の方が好意を持ってくれるっていうパターンで恋愛が始まることってすごい多いと思うんだけど、男性がさ、好意を持ってくれて、で、私の中で、なんかこういう人と付き合いたいな、みたいなさ、あるじゃん。じゃあ優しい人とか、顔がいい人とか、じゃあ身長がこんぐらいあるとか、じゃあこういうお仕事してるとか、なんかいろいろあるじゃん。そういうなんか、自分が付き合うにおいて、条件みたいな。で、その条件に当てはまったら、後から気持ちが追いつくタイプだったんだよね。で、頭の中で、あ、この人今私が求めてる条件に当てはまるかもみたいな感じで、まあそういう風にデートとかして、でそっからこう気持ちが追いついてってっていう感じだったの。だから変な話、恋愛してる時の私ずーっと冷静なんだよね。昔付き合ってた人に言われたことあるんだけど、なんか喧嘩か何かしてる時に結構向こうが感情的、なんか感情論で喧嘩してったのね。で私はでもその人のことはその頭で好きになってるから、じゃあ嫉妬とかも私しないし、だって理論的に考えてさ、嫉妬ってさ、めっちゃ時間の無駄だなって私思っちゃうの。もう多分ダメなんだよね。そう、理論的に考えちゃうの。だってさ、その人は私のこと好きで、その人は私と付き合ってて、私が一番でこう異性の友達と遊びに行ったとしても、性別の違う人間と遊ぶのになんで嫉妬っていう感情が湧くのっていう風に思ってしまうんだよね。え、伝わる？わかんないの。なんか嫉妬っていう感情があんまり私ないから、何言ってるんだろうみたいな風に思っちゃうのね。実際その人となんかドライブしてる時に、
付き合って1ヶ月とか2ヶ月の時に運転中に元カノの電話がかかってきたのね。元カノさん会ったことはないんだけど名前は知ってたから、普通に今向こう運転してるからめっちゃ集中してるから、なんか携帯見てなかったんだけど、隣に座ってた私が、あ、〇〇くん元カノさんから電話かかってきてるよって言って、まあ、もちろん超焦るじゃん、え、やばいやばいやばいみたいになって、その前付き合ってた人がね、元カノさんから電話来てるよっていうのは別に感情が何もなかったの、なんかプラスもマイナスもなくて、ただ事実として元カノっていう存在から電話かかってきてるよっていうだけだったの。まあ向こう出なかったんだけど、なんか普段別に連絡取ってるわけじゃなくて、なんかよくわかんないんだけどなんか電話急にかかってきたみたいな、なんかすごい言われたんだけど、マジで興味なかったのね。その人のことは好きだったよ、好きだったしちゃんとお付き合いもしてたんだけど、別に良かったの、過去のことだし、今付き合ってて今あなたは私のこと好きで私もあなたのことが好きで、なんで関係あるのみたいな。でもそれってさ、めっちゃロジカルじゃん、感情がそこにないっていうか、私男友達当時から多かったから、まあ、あんまりよく思ってなくて、でもなんか私はそれが全然理解できなかった、なんでみたいな。私はだって別にあなたのこと好きで彼らのことは恋愛対象として見てなくて、これが事実でそれ以上でもそれ以下でもないのにどうしてみたいな。で向こうが、え、じゃあ俺が女友達とそうやって遊んでたら嫌じゃないみたいな風に言われたんだけど、全然嫌じゃないの私、こうも女友達ゼロって人じゃないから別に何とも本当に思ってないから思わないよみたいな。彼女たちのおかげで〇〇くんがいるんだから、その彼女たちにもそういう感謝じゃないみたいな言ったのよ。え、それ本当に思ってるって聞かれて、マジで思ってるよみたいな、マジじゃないように見えるみたいな言って、マジだよって言ったら、なんかすごい、俺はまだそこまで考えられないわみたいに言われたの。えーみたいな。なんか変な話さ、私のさ YouTube でもさ、まあああいうなんか動画出してちょっと炎上しちゃったじゃないですか。私本当に最初分かんなかったんですよ、燃えることが私分かんなくて、なんか私の中でマジでじゃあもう別れたし、もう過去は過去だし別に関係ないじゃんみたいな、すごい多分その辺の感じ方が人とずれてるんだよね。女友達の恋愛の話全く共感できないなとか、私の意見言うとちょっと煙たがれるぞみたいな風に思うことは結構あったんだけど、でも改善しようっていう気持ちが全くなかったの。なんかそこまで自分がそこに重点置いてなかったみたいな、そうなんだよね。そうだから何が言いたいかっていうと、別にじゃあこれ入れたから恋愛頑張るぞっていうわけではないんだけど、でもなんかあまりにもやっぱその感覚のズレが結構なんかいろんなところにやっぱ支障が出だしてきちゃったような気もするし、友達にちょっとロボットみたいって言われたら多分私ちょっと気にしてんだよね。なんか嫌だなって思って、ちょっと人間らしさ、なんかそういうなんつうの、感情っての意味、なんか全部感情抜いて頭で考えるって、まあいい時もあるけどなんか悪い時もなんかたくさんあるのかなって今回、まあいろんなことがあってすごく思ったから、なんかもうちょっと自分が本当はどういう風に思ってて自分の感情をもっと大事にしてあげようっていう風に思ったの。多分ね、親のトラウマだと思うんだよね。めちゃめちゃ感情っつったら私恋愛だからすっごい恋愛で例えになっちゃうんだけどさ、なんか恋愛ってなるとあんまりなんか人が幸せになってるところ私身近でいなかったから、多分さ似たような人って集まるからさ、私の周りの子も結構家庭環境複雑な人がすごく多くって、だからなんかあんまりそういうので幸せになってるケース知らんから、特になんか女の子って恋愛に沼ってしまうと幸せじゃなくなるっていう先入観っていうのを多分10代からなんか親とか見たり、実際お母さんの教育もそうだったし、自分を守るために自分が男の人に沼らなくて自分がちょっと余裕持ってて冷静で入れたら、今までじゃあ恋愛ですっごい傷ついて、もうなんか失恋で、まあ傷つくけど、もちろん失恋はもちろん傷つくんだけど、振っても振られてもね傷つくけど、でも多分周りの他の女の子と比べるとそこまで私ダメージ受けてないのは、無意識にそういう恋愛の仕方をして自分を守ってきたからなんだなってすごい思うの。まあ、だからといってさ、じゃあなんかめっちゃもう恋愛に沼って依存しちゃうとかっていう恋愛をしたいかって言われたら別にしたくないし、今までこういう恋愛をずっとしてきて、じゃあガラッと急にじゃあ恋愛のパターン変えますって言っても、そんなだって変えられるもんなのとかもわからんしさ、今後どうするかとかは決めてないんだけど、でももう少し自分の感情を大事に仕上げたいなって思ってこの例を入れました。ごめんね、長々と話しちゃって。はい、ということで次はちょっと晩ご飯食べる時にまた回そうと思います。またね。これね、バイバイ。本当でもね、そうなんだよ、ずっと私が一回、あ、どっか行っちゃった、いつかお会いしてみたかったエリさんっていう、ビバリーヒルズのエリさんでビバエリさんと呼ばれてるんですよ。ライターの名前、あ、ライター名がビバリエリなんですね。あ、そう、ビバエリさんと今日はご飯を食べてて、でビバエリさんはね、すごくって、あのカラオケを LA でやってらっしゃるんですよね。はい、ビバエリさんです。これ私、え、私一人で歌うんですか？そうよ。いや、おかしいおかしいおかしい。何時間でも。え、エリさんってなんでカラオケやろうと思ったんですか、 LA で。そもそもプロダクション会社をしていて、はい、撮影を多く受け持ってるので、まあ、2次会3次会で行く場所がなくて困るんですよ、うん、
なので、はい、まあ、コロナ禍中何ができるかなと思ったら飲食と2時間3時間できるようなバーとか自分が遊びたかった最高ですね、はい、すごい。それでカラオケ作っちゃやっちゃったんです。そうやばい。マジいかついですよ本当に。遊べるとこみんなが集まってくれる場所作ろうねって言って、はい、そうだった。それでドッツスペースが出来上がったんですね。そうなんです。素晴らしい。遊んでてください。え、俺一人でですか？行く。おはようございます。パソコンをぶっ壊しました。イエーイ。イエーイじゃないのよ。そう、パソコンをぶっ壊したんです。なんか昨日の動画でさ、なんか今回の Vlog とあんま関係ないから言わないでおこうって思ったんだけど、パソコンぶっ壊してて、ビバユリさんとご飯食べてる時にね、あのパソコン今ちょっと直しにもらってて、でその直しにもらってるお兄さんからちょっとテキストが来て、ちょっと一回電話できませんかってなったの。あ、これ直ったのかなって思ってウキウキしながら電話したら、There's a good news and bad news って言われて、あ、もうこれ終わりやんみたいな。だってパソコンを直してバッドニュースってことはもう絶対ダメなのよ。パソコンを直しに出してバッドニュースもあるってことは直ってないのよ絶対に。だからもう終わったって思って、そしたらなんかパソコンのデータは全部修復できましたと、パソコン自体もおしゃかになりましたって言われて、そのロジックボードのあそこがもうぶっ壊れてるから、なんか昔水ぶっかけたことあるって聞かれて、バレてるバレてる、マジでこういう系の人って嘘ついても本当にダメだからさ、わかるんよね。お医者さんに行ってコレステロール値が高いのにマヨネーズ嫌いですとかお酒飲まないですって言ってるようなもんじゃね。いやいやいや、数値が出てるからファクトベースでお前なんか食ってるだろうみたいななるじゃんね。まあだからね、そういう感じだったから、はい、お水を2年前にぶっかけたことがありますって言って、でその時はね普通になんか一回直しに出して、で直してもらったんですよ。私直ったのかなって思ったんだけど、やっぱね浸水するとなんか一時的に直ったように見えても、なんかどんどんなんかその残ってる水分がなんか浸水してってどんどんパソコンダメになってくらしいです。なので私のパソコンはおしゃっかりになってしまったので、新しいパソコンを買うか、ロジックボードだから700ドルぐらいかかるんだけど、まあ、それを変えるみたいな。まあ、でも変えるのにも時間もかかるし、どうするって聞かれて、新しいの買っちゃいました。うわー、でれーん、一緒、新しいパソコン買っちゃいました。昨日ビバエリさんとあの後飲んで、家に帰って、買っちゃいました。あ、買っちゃいました。家で注文して、今日アップルゲットして、で、今その修理屋さんに行って、アビにいつも字幕お願いしてるんですけど、まだその字幕になってない完成した動画とかも中に入ってたりしてたので、それももちろんお金かかっちゃったんですけど、やっぱ時間をお金で買うじゃないですけど、もう一回編集するのって結構時間もかかるし、もうすぐアメリカも確定申告のシーズンで、確定申告のあのデータ作るのも超大変じゃん。もうあれもだって7、8時間ぐらいかかるっしょ。意外とあれやってみると。で、だからそれももうなんか全部まとめたやつが中に入ってるし、多分そのデータをもらわないと十何時間ロスすることになるなって思って、それでさ数百ドルでその時間を変えるんだったら安くないと思って、データもちょっと買いに行ったっていう感じです。はい、まあ、でもパソコンを買ってしまいました。 MacBook Pro なんですけど、まあ、編集するんで MacBook Pro じゃなきゃちょっとダメなんですけど、 MacBook Pro の14インチにしました。前のラップトップが13インチだったからもうちょっとちっちゃくって、で私的に16インチってなんか持ち運びにちょっと不便だから、16インチはでかすぎるって思って、でも14インチってのがさ最近出てるわけじゃん。え、めっちゃ欲しいって思ってたので、本当はだから年末あたりに買い替えようかなって思ってたんですよ。まあだから遅かれ早かれだったのでいいでしょう。30万とかしちゃった。マジで本当にダメ。なんか本当にさ、私パソコンめっちゃ壊す人種なのね。本当に多分遺伝子だと思ってるの。じゃなきゃおかしいじゃん、こんなにパソコン壊すのって。 LA に来て次の日ぐらいにパソコン壊したんですよ、昔使ってたやつで。新しい MacBook をそれまた次の日に買いに行って、でその新しい MacBook 半年後に私確か水ぶっかけて一回壊して、でそのさらに半年後にケントと一回電話してる時に、なんか部屋で電話してたんですけど、なんかガッシャーンって音して、え、ちょっと待ってケント、ちょっと待ってつって今パソコン壊れたかもみたいな、なんか言ったらパソコンが普通になんか台から滑り落ちてて割れてた。そう、割れてたんだよね。だからなんかこういうテクノロジー系壊すから、インスタのねそのプライベートのアカウントの方のさ友達とかにも載せたんですけど、妹からまたお姉ちゃんやったわって来ました。そうだよ、またお姉ちゃんやっちゃったんだよ。まあでもそういう人種だと思うからもうしょうがないんで、またパソコンを買いました。本当にやばい。もうなんかさ、お金もさ、なんか私もさ、じゃあこうやってさ今稼げるようになりましたっていう話をさ、まあ、言ってるじゃないですか。まあちょっとこうイケてるバッグとか買いたくないわけじゃないのね。ハイブランドを持ってる人に対してちょっと思うことがあるんですよみたいなストーリーに載せたと思うんだけど、あれ私が言ってるのがパパ活とかまでしてハイブランド買いたい人の気持ちはよくわかんないなっていうことを言いたかったのね。別になんか自分でさ稼いだお金で買わないいいじゃん。なんかハイブランドってわかるんけど、私はなんかさ、頑張ったご褒美とかさ、なんか頑張った人がその証じゃないけどに買うだったらすっごいかっこいいと思うのよ。顔つきでわかるじゃん、この人頑張って買ったんだろうなみたいなっていう人が持ってるハイブランドって超輝いて見えてるけど、なんかね顔つきでわかるんよ。多分この人多分自分のお金で買ってないだろう
ろうなとか、だからそういう人を見てしまうと、ごめんこれ職業差別になっちゃうかもしれないけど、私は好きじゃないですね。職業差別じゃないの、私の個人の感情ですね。なんかパパ活好きにしたらいいんじゃないのって思うけど、私は絶対友達にならないですね。自分の足で立てよってね。まあ、だからその何が言いたいかっていうと、また脱線しちゃったんだけど、私もさ、なんかそういうの買いたいなって思ってんだけどさ、1月にさ飲み会のために延泊するのに20万、そう20万使ってるんですよ本当は。延泊のためにパソコンでまた30万出て、何してんだろう私って感じ。さすがにちょっとバット入りそうになったけど、まあ、でもパソコンは買いたかったし、最新のモデルを買ったんで、じゃあお仕事の効率も上がると思うし、これを買ったことによってよしまたお仕事頑張ろうって気持ちになるから、もっと稼げる自分になったよっていうことで、まあ、結果オーライなんじゃないかなって思います。20万円で延泊して飲み会行ったのもさ、ちょっと面白くない？そういうなんか面白い話をたくさん生きてるうちになんか作って死にたいもんですね。はい、そんな感じでちょっと仕事がね、実はここ最近パソコンがなくてできなかったので、カフェに行って仕事をしようと思います。じゃあね。誰これ、可愛いんだけど。お昼ご飯を食べながら、なんか両方のデータ1個なんか転送待ってるところです。もうね、編集する動画があるから普通に今だから、それをちょっとこっちに送ってるっていう感じ。久しぶりにね、ブリトーを食べます。え、全然アピンとあった。イエイブリトー久しぶりに食べる。大好きだからさ、ずっと食べたかったんだけど、なんかね、なんだかんだ最近家でご飯食べることが多くって、いいことなんだけどね。なんでなんだろう、外食しなかなくなってる。特にないか。あ、めっちゃうまい。あ、これめちゃくちゃ美味しいかも。LA でお気に入りのヘッドスパ屋さんに久しぶりに来てみました。マジで最高、本当に気持ちいい。この後はね、日本のお友達、先輩だ、先輩ですね。お友達っていうのもおこがましい。先輩の友達が LA でアート展やってて、ちょっとゆなちゃん見に行っといでって言われたんで、ちょっとそっちに行ってからボイストレーニングまあカラオケでもっと歌が上手くなるためっていう、マジで贅沢なことしてるなって感じなんだけど、やっていくっていう感じです。とんでもないです。すごい素敵なアート展でした。発情期か、ティーちゃん。子供産みたいのか、すいません。愉快なシーンのリノコです。やめてやめて、うちの可愛い子に。何、ティーちゃん、子供産みたいの、発情期してんのね、発情期ねえ、何、もう鼻息荒いし、こいつ。こいつ鼻息荒いし。なあ。はい、なあ、なんでこんな荒い鼻息荒いの、あなた。発情してるよ、やっぱ。発情してるわ。うん。うん。ダメだな。でも、ダメだな。男にしか発情しないはずなんだけど。ってことは。私、実は男説。ゆりさんのお家で、なんと私がカラオケが上手くなりたいっていう、本当にバカみたいな理由で、ゆりさんにちょっとボイトレ教えてもらうっていう。だって、めっちゃ贅沢なこと言ってるわけじゃないですか。そうだよ。高いからね。そう、高いからゆりさんからね。そう、LA ですっごいお世話になってる先輩で、あれも何回か多分動画でなんかちょこちょこ出てるから、うん、もしかしたらね、よく見てくれてる人はね、わかると思うんですけど、ちょっとゆりさん家に今お邪魔してます。ショート動画の方でビフォーアフみたいなの載せるっていう話になってるので、うん、もうもしかしたら載ってるのかな。ショート動画の方が先に載ってるかもしれないんですけど、うん、はい、よかったらゆりさんのチャンネルでもね、あれやる予定ですもんね。あ、やりますよ。そう、やります。ビフォーアフターやる予定なので、その時はね、ぜひ見てください。何どうしたんすか、どうしたんすか。ぜひ見てください。光線で東京はアイセド何に、はい、音域チェックとか、音域チェックそういうのとかからやりますので、はい、はい、わかりました。私もこっちで撮らせてもらいます。はい、もちろんです。はい、ここにいた、はい、ここで撮らせてもらいますので。え、ちなみにゆりさんカラオケ何回も一緒に行ってるじゃないですか。何点ぐらいですか、私。え、何点。いや、でもガチでね、マジで本当に15点最低、マジで。え、でも、まあ、エンターテイナーだから、はい、いやエンターテイナーを含めると210点ぐらい。もういいよもうええわ、はい、でもダンスがすごく上手なので、下手だわ。楽しいので、一緒に行ったら一番楽しい人よ。いややった、カラオケ嬉しい。歌は15点笑いすぎだし。いや、でも、はい、多分本人も気づいてないところがいいんだよね。はい、何がですか？下手くそ。気づいてますよ、下手くそなの。え、どういうことですか？え、下手なのは気づいてます。いや、でもね、でもね、すごい声綺麗だから。本当ですか？本当、はい、そうです、大丈夫です。でも、下手なのはもちろん自覚ありますよ、私。本当？え、ありますよ。いや、全然、下手ではない、本当。うん、15点って言われる。いや、厳しいので。あ、そうか、そりゃそうですね。ちゃんとね、ビフォーとアフターを、はい、確認するために、うんうんうん、厳しめに採点して15点。普通の人が採点したら多分
35点ぐらい。いや、全然変わんねえじゃん。F なのよ、35点ってことは。サマーズに一回出たことがあって、うん、話してないっけ歌でってこと、あ、じゃなくて、なんかその、もやもやサマーズでなんか旅行系のやつあるじゃないですか。うんうんうん、それの最後に、なんか赤いスイートピー歌わなきゃいけないシーンがあったんですよ。あ、見たかも。まあ、YouTube でなんかやって。で、私、あれ、普通になんか知ってる、もちろん知ってるじゃないですか。うん、赤いスイートピーって歌った時に、すっごいなんか、いろんな人に、いや、この子曲知らないからこんな歌なのかなみたいな。違うんだよ。知ってて下手くそなんだよ。うるせえなって思ったっていう。いいじゃん、キャラ立ってて。立ってねえ、また。そんなんで立たせたくねえわ、キャラ。ってのがあったぐらいだから、ちゃんと下手なのは自覚してますよっていう。でも、はい、そんなね、ゆなさんでも、絶対上手くなれますから。はい。あの、皆さん見ててください。何週か、はい、2週2週間ちょっとガチでどれぐらい上手くなるのか検証していきたいと思います。お願いします。頑張りましょうね。カラオケでね、はい、やっぱこれ以上モテたら困るだろうけど、いやいや、モテないです。もっとモテる美声になりますから。わかりました。笑い方はい、そんな感じで私のカラオケのためのコソ練が終わって家に帰ってきて、これから寝るところです。もうこんな感じで今日も結構充実したんじゃないかな。充実した一日で、あの LA にね、いる残りの時間はすごく楽しく過ごしていこうっていう感じだったんだけどさ、あの大谷翔平結婚したらしいよ。え、失恋したってこと？え、失恋したんだけど。うん、失恋したわ。え、何、大谷翔平が結婚ってどういうこと？誰？相手私じゃないんだけど。